豊島区 YouTuber の笹谷です。本日は菅谷圭介さんをゲストにお迎えしました。菅谷さんは前回の豊島区議会選挙に立候補そして落選したという経歴をお持ちなんですが、今回はその経験について伺っていきたいと思います。菅谷さん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、私菅谷圭介と申しまして今31歳、もともとは青森県で生まれまして、大学法政大学に入学を機に東京に2007年から東京に来まして、豊島区との関わりで言いますと2013年の1月くらいから豊島区に住み始めて、で前回の2015年 の, 豊島区議会議員選挙に立候補無所属として立候補したという流れになります。わかりました、はい、まずはじめにこう立候補しようと思ったきっかけについて伺ってもよろしいですか。豊島区に住み始めたのはですね、私学生時代にシェアハウスを始めまして、経営というか運営、お金の儲けとかでなく運営をしてるシェアハウスが豊島区でやることになりまして、でその流れが僕の中で一番大きいかなと思いまして、その中で若者を、いわゆる貧困層的な若者やあるいはその豊島区でもともと住んでる地域の人その関わりの中でその、シェアハウスだけでなくもう大きなアクションを自分たちでやっていければいいなと思って立候補したことになります。わかりました。立候補しようと思ったのが大体こう選挙のいつ、何日前ですか。1年くらい前ですかね。まずこう立候補、よし立候補しようと思ってまず何最初に何を始めるんだという感じだったんですけど、選挙出ようと思ってそこからこうなんかどうアクションを起こしていったんですか。ですね、これカットとかあります。適当にこう切ってもらって、僕ちょっと、どこからオフレコかとかわからないんですけど、はい、シェアハウスの学生運動的な文脈がありまして、でそこから運動的にもどうしようかなというのでさまざま思惑があったと思うんですけど、当時一緒にやってた学生と、今でも豊島区でやってるエラテンさん、それぞれいろいろ考えはあったと思うんですけど、選挙に出して、議員を一人出したいという流れがあって、エラテンさんともう一人僕の同期の3人でちょっと話をしてまとまってアクションという形ですかね。なのでその3人でまずやろうかなということだったと記憶してます。わかりました、はい、こう選挙出ようと思って一般的にこうイメージするなんかポスター貼ったりとか、あとは何だろう、個別訪問してこう握手したりとか、あとは街頭演説とかビラ配りとかあると思うんですけど、それぞれの経験について伺ってもよろしいですか。もう全然、はい、基本的にはもう僕無所属っていうのは大体みんなドブ板選挙って言われるものになるかと思うんですけど、もうとにかくその最初にやったのは個別訪問で、ですんで個別訪問はもう秋ぐらいから、半年以上前から個別訪問を始めていまして、で、あと演説というより朝の駅立ちですかね。朝夕の駅立ち、これは年末もしくは年始からかなり力を入れてやりまして、演説でいうと、いわゆる辻立ちと言われるものを、それぞれ豊島区の喋れそうな各所に立って、各席で演説というようなこともやってましたね。なので、ほぼほぼ一日選挙活動してたなというような、はい。わかりました、はい、こうなんか選挙活動をしていく上でこうなんか印象的なエピソードというか、これの経験は忘れないなとか、はい、あるいはこれはちょっとこう失敗だったなとか、そういったこう体験談を伺ってよろしいですか。なるほど、いい話と悪い話どっちがいいですか。あ、じゃあ楽しい、どっちもどっちも聞きましょう。まずいい話から悪い話から聞く。悪い話から分かりました。やっぱりそのですね、選挙おじさんみたいな人って結構いるんですよ。もちろんいい人もいるんですけど、とにかくですね、この私のやるいろいろな行為に対してこのイチャモンつけてくるような有権者というか、自分は一票持ってるんだから、あるいはそのわざわざ時間を割いて手伝いに来てやってるんだから、なんでこんなことするんだろうか、もう自分の言う通りしろみたいな、っていうのはですね、選挙に出てあるいはいろんな人と関わらないとなかなか味わわないような、会社とかだったら給料もらってたりとかあるかもしれないですけども、選挙っていうのは受からなければゼロなので、むしろマイナスなので、ね、こういう人たちも実はいるんだなというのが、結構いろんな人たちいるんだなという感じです。そうですね、いろんなおじさんたちが中年の男性に多いんですよ、やっぱりね。なんでかやっぱりというのはあれですけどそれはね、やっぱりちょっと今佐藤あずささんもね、いろいろすげえ疲れたみたいなこと言ってますけどFacebook でこうちょっといろいろ顛末について拝見した記憶があるんですけど、なので選挙でもうこれからいろんな色若者選挙出るかと思いますけど、これはね本当に女性はキャバ嬢のように扱われ、男性はサンドバッグのように扱われるっていう日本のね、この若者潰しになんとか耐えるか、社会が変わるのを待つ
変えていきたいと思いながらやっていくしかないでしょうね。なるほど。大変だと思います。分かりました。逆にこうこれ役に立ったなとか、これいい経験だなという。いい経験ですか。あ、やっぱりその例えば個別訪問って全然知らない方のうちに行くので、まあ、大体まあ10件20件行って1人話聞いてくれればいいぐらいなんですよ。そういうそのメンタル的なもの、へこたれないというか、そうですね、無視されたりひどいこととか言われたりしてもまあ大丈夫かなというような気持ちだったりとか。当時出たのは20代半ばなので、それより上の人たちのこの生活実態とかってあまりまあ知らなかったりとかっていうことが多かったと思うんですけど、そういうのがすごい分かったかなという気がしますね。なるほど、はい、分かりました。こうで、辻たちやあの個別訪問して、うん、いざこう選挙1週間前から選挙当日になったと思うんですけど、うん、こうその心境というか、選挙が近づくにつれこうなんか、まあ、ワクワクなのか不安なのか、あるいは開票日のこう時系列というか、うん、そういったこう気持ちの流れみたいなのを伺ってもよろしいですか。あ、はい、大体あの選挙っていうのはですね、その選挙期間ってあるじゃないですか。大体公示あの投票の1週間前くらいからの選挙期間があるんですけど、それまでの間にほぼほぼその決まってるだろうって言われるんですよね。そのなのでまあその選挙期間でも割とまあ楽しく、あ、なるほど、ね、祭りのような感じでやったかなというもので、まあ、あとその当選か落選かっていうのもその自分の中ではかなりやりきったかなとい う、 もうこれ以上その自分の力は出せないなぐらいまでやったかなと思うので、もうまあ人事を尽くして天命を待つというか、まあ、これでダメならもうダメだなという気持ちでしたね。あ、なるほど、はい、でいざ開票し、あの、まあ、残念ながら落選しました、しまったということなんですけど、こうまあ、なんかやっぱ議員さん、選挙出て当選したらまあ議員になると思うんですけど、こう、選挙出て落ちてた落選者はどうなるんだろうという、あまりこうフォーカスが当たらない、あ、でも最近ですと、あのマック赤坂さんの映画とかのありましたけど、選挙落ちた直後 の、 あの心境とか、その今後 の、 その動きとか伺ってもよろしいですか。あ、はい、選挙落ちるっていうのはですね、多分ねその選挙落ちるって経験をする人っておそらくあまり多くないと思うんですけどその落ちた後っていうのはですね、まあ、人によるんですけど、その僕の場合はあんまりショックはなくてですね、まあ、2回4年後出ますというふうに僕は言ったと記憶してるんですけど、そのなんというかですね、その何もないわけですよ、落ちちゃうと何もないんですよね。その政党に所属してたりとかしたらまた別かもしれないですけど、うん、無所属でやってたら4年間っていうのは結構まあ非常にね、当時僕、まあ、26歳ですから、そこからの4年間って結構長くていろいろあるわけで、まあ、その間で自分は結構落選して、一生懸命やって落選したことでショックを受けたんだなみたいな気持ちがあったりだとかっていうのは、まあ後から来たなという。僕の知り合いの選挙した人とかだと、もうその、まあ、世田谷で出たとなっちゃうと、もう世田谷の自分の街を歩けなくなるぐらい出たりとかもあるんですけど、なのでその人それぞれいろんなショック受けてるなというような気がします。なんか話しておきたいこととかはありますか。さっきですね、ごめんなさいね、あのちょっとそのネガティブ要素ばかり言っちゃったんですけど、まあその後どうしていくかみたいなことです。まあ、選挙出て、まあ、僕今豊島区離れちゃって横浜で、まあ、自分で自営業とかやったりしてるんですけども、その僕、ね、若い人は、ね、別に選挙出てみていいかなというふうに思ってまして、お、まあ、普通にいい社会経験になるかなという。今で言うと25歳から、統一地方選だと出れるので、で30万円今日だけ見て出れるんですよ。いや、なんか特にやることないけど、いや面白いことしたいとか、なんかやってみたいみたいな人はとりあえず出とけば面白い、まあ、いろんなこと起こりますからね。今まで知らなかった人になるし、まあ、知り合いも増えるしっていうので、まあ、ポジティブな面、もちろん今の仕事につながってる面、人間関係やその人の人生経験としてあると思うので、僕はあると思うので、もうどんどん出た方がいいかなと思います。はい、これを見てる若い人特にやることないなと思う人はとりあえず選挙に出ようという30万円ぐらいね、ポンとなんか誰かから借りてね、あるいは借金しちゃっても大丈夫ですから、うん、まあ、なんか位置づけとしてはこうなんかこう軽い企業みたいな、そういったこうなんかスタートアップ的なノリでやっても面白いのかなみたいな。面白いと思いますね。こうたなかなかこう経験的に、例えばこう学生とか若いうちに起業して失敗してもそれは経験に学ぶこともあるだろうし、それのこうなんか政治版みたいな。そうですね。で数字で分かるのでね、それの点は得票数で分かるので、普通の社会運動とかでなかなか分からないんですけど、まあ、政治に関心があってなんか数字的なものも見てみたい、見ない人はいいかなと思いますね。なおおすすめ。なおおすすめ。分かりました。
はい、最後にこうメッセージと言いますか、メッセージ、最後に若い人にメッセージとか、若い人にメッセージ、まあ、さっき ありましたね、若い人にメッセージですか。そうですね、あの豊島区で僕は4年後出ますと言っておいて、今豊島区に住んでないなというのはあのどこかで自分でもねちょっと何かを言おうかなとは思っているんですけれども、はじめあの豊島区でねいろいろ面白いことをやっている人っていうのはいっぱいいて、まあ、自分はちょっともうだんだん30過ぎたので別のねいろいろなこともなんですけどもね、ぜひ豊島区に住んでる皆さんというかこれを 見る人、例えば豊島区これから面白いことになるんじゃないかなという希望を抱けるような区になっていくんじゃないかなと思います。わかりました、はい、本日はご視聴ありがとうございました。このようにこう普段会えない人とか行ってみたいスポットのインタビューや、取材をしていきますので、興味ある方は概要欄の方から他の動画をチェックしてください。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。菅井さん本日はありがとうございました。ありがとうございます。